はい、こんにちは、まさしです。今回はですね、今見ていただいた動画のメイキングポイントをですね、いくつかお伝えしていきたいと思います。今回はちょっとね、 B ロールっぽい感じの動画を作ってみたんですけど、最近このね、背景システム、背景のこう紙がね、落ちてくるシステムを購入して、これを今回はね、撮ってみました。ポイントはですね、撮影のことに関する内容が多いかなっていうふうに思います。はい、そしたら最初に全体像からお伝えしていきます。はい、まず、今回はですね、15秒から20秒ぐらいの短い動画だったので、音楽をまず決めて、何カット必要かなっていうのをね、イメージしてから撮影に入りました。で、音楽はエピデミックサウンドからダウンロードして、で、自分でね、その20秒ぐらいで締まりよく、あとはまあ20秒だけどこう展開もあって、でテンポもよくって、そんな感じの曲選曲をして、ちょっとだけね、自分でリメイクしてます。で、音楽の長さが決まれば、あとはね、何カット必要かなっていうのを、どういう絵を撮りたいのかっていうのをイメージしながら、大体ね、撮る前に9カットぐらいあるといいかなっていうふうにイメージしてメモ、して撮影に入るという感じですね。そしたらね、全部で9カットあるので、一つ一つ説明していきたいと思います。はい。はい、そしたらまず最初のカットですね。最初のカットは音楽聴くとこんな感じですね。はい、こんな感じなので、ちょっとね、何かこう始まるみたいな感じの映像があったらいいなっていうので、最初ね、こういうカットを選びました。はい、撮影方法はカメラね、これではないんですけど、一応ね、カメラの動きをお伝えすると、ちょっとこう何かポールが並んでる、何かが並んでるっていうのを見せて、で、こう掴んで持ち上げるっていうのを、まさにカメラを動かしたみたいにグーパッと上げる感じですね。ワン、ツー、スリー上げるっていう感じで、このタイミングを共有しておいて、で、それをこうずっとワン、ツー、スリー上げる、もう一回ワン、ツー、スリー上げるっていう感じで撮影しました。はい、そしたら二つ目のカットですね。二つ目のカットは、最初のカットがこうね、上に上げて終わったじゃないですか。まあ、そうなると、このフレーム、映像のフレームの中の中央に黒いポールが映った状態で終わるので、次のカットもなんかね、こう真ん中に黒いものがあった状態で始まった方が、映り変わりが滑らかだと思うので、次のカットも真ん中に黒いポールがある状態で始めました。一番大事なポールなので、しっかりガチャンとはめたような、ワン、ツー、スリー締めるっていうタイミングで、ワン、ツー、スリー締める、これを撮影しました。うまくいくとこんな感じですね。で、3つ目ですね。3つ目は、これまでのカットでさっきの、ね、柱が、表現できたので、次はクリップ、クランプですね。こうガチッとさっきのポールを掴んでくれるやつ、これを、実際撮った映像はこんな感じです。まあ、なんか単純に撮っても面白くないなっていうので、ちょっとね、こういう風に糸をね、吊るしてくるくる回して、で、後でね、アフターエフェクトで糸をね、こう取り除くっていうやつを使ってみました。アフターエフェクトのエフェクトの名前はですね、シンプルワイヤーリムーバルっていう英語で書かれた、エフェクトがあるんですけど、その今のね、シンプルワイヤーリムーバルって YouTube に普通に打っていただくと、いろいろね、解説動画上がってるので、ぜひね、真似したいなっていう方は参考にしてみてください。それでこう糸を消して、ね、再生したのがさっきのクリップ、クランプのやつですね。はい。で、次は、こうネジをね、締めるシーン。ここは、あんまりね、こうレンズが、僕のレンズ、こうぐーっと寄れないレンズなので、4K でピントをバチッと合わせて、4K で撮って、後からね、クロップした映像になります。あ、そうですね。言ってなかったんですけど、今のその 4K のカット以外は全部フル HD なんですけど、フル HD の 120fps で撮影しています。で、このネジのね、締めるカットのところだけ 4K で撮影してるっていう感じですね。次は、あれですね。そのさっきのクランプと、この柱をね、グッと締めるシーンですね。これは下から撮った映像と、横から撮った映像と2つ撮影してます。で、結構ね、効果音とタイミングを合わせてカチャッと閉まったような表現をするように意識しました。こういうなんかこう動きがストップするシーンがあると、後でサウンドエフェクト入れるときに結構締まりが出やすいので、まあそういうのをこう多めに入れて撮ろうっていう意識はね、最初からあったような気がします。はい。で、次のカットはこういうカットなんですけど、はい、ちょっとね、音のメロディーがすごい分かりやすいポイントだったかなっていうところで、ライトと3色のね、ポールを使って、そういうね、なんかこう階調、音の階調みたいなの表現できればいいなっていうので、こういうカットにしました。これは光がね、後ろで
光をこう振ってもらって光がポンポンポンって入ってくるような感じで撮影して、カメラワークは別になんか難しいことはしてないんですけど、まあそのね光が入ってくるっていうのを意識して撮ったカットですね。次はそのねさっきの背景紙にポールにしっかり乗せれるようにこうサポートをね埋め込むシーンなんですけど、ここもねあのさっきのこうクランプをこう閉じるのと一緒でカチャッとこう回すシーンを強調するような撮り方を意識しました。まあ、カメラワークはねちょっとこう円をね弧を描くような感じで、で最終的にカメラが止まる位置が回すところの丸いところが綺麗に見えるような角度に向かうようにこう何回も何回も動いて撮影したっていうカットですね。で、あとはそれをかけるところ、かけるところはこのカットは意外にこう角度ねどこから撮ろうかなって迷ったんですけど、まあ、最終的にこの縦と横のラインがこのフレームの中にしっかりこう合うような感じをイメージして撮影しました。でこれもねカメラを動かしていくと真ん中にねこう動作が加わるっていうタイミングをね、これも1、2、3ってこのリズムを共有しておいて、でそのタイミングに合わせてモデルさんにもねこう動いてもらう、はい、そういう感じで撮影しました。最後のカット、はい、これはですね固定撮影ですね。あとでねこのペーパーがめくれていったところに文字をね入れようっていうのは決めてたので、固定で、これなんだろう、手で撮影してしまうとそこにね文字を入れてもなんかねこう背景とバッチせずになんかねこう微妙な感じになってしまうので、ここはね固定を選択して撮影しました。はい、以上が主にあの撮影のことがメインでしたけど、こういったところを気をつけて、まあ、意識して撮った作った動画になります。はい、で明日はですねこの背景システムなんですけど、結構パーツバラバラで購入して組み立てたので、もしねなんかこう検討されてる方がいたら参考になればなと思って、明日はこの、まあ、全部ね提供していただいたものじゃなくて購入したものなんですけど、一つ一つちょっとこう買ったものの紹介と、あとは組み立て方を簡単にね説明していきたいと思います。はい、今回はちょっと久しぶりにトライした B ロール動画の解説動画でした。皆さんの映像制作の参考になればと思います。はい、私のチャンネルでは映像制作に関する情報を動画にして発信しています。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画を見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。